環球港の正面入り口。背後に超高層棟がそびえ立つ。環球港内部のアトリウム。環球港、グローバルハーバーは、中国の上海市にある大規模なショッピングモール。月星環球港とも言う。延べ床面積は48万平方メートル。店舗面積は32万平方メートルに及び、2013年7月5日に、 フレオープンという形で開業した時点で中国最大規模の商業施設とされた。環球港は上海市普田区の金西寺に近い中山北路3553に位置している。上海機動交通3号線、4号線、13号線の金西寺駅に接続する地下階の出入り口がある。商店などが配置されている階層は六層あり、そのうち二層は地下で、 さらにその下には駐車場外が設けられている。モールに連続してツインター状の二棟の超高層ビルがそびえており、その姿はガラスで覆われたたモールの天井越しに見ることができる。夕方になると高層ビルの外壁にコンピュータで制御されたカラーの動画映像が表示される。加藤師範大学は環球高モールの南西側の近傍にある。 さらにその先の南西方向には、長風公園がある。ありがとうございます。